やほータピオカです。はい。じゃあ早速今日のテーマに参りましょう。今日の内容は多分すまないかもしれないですがまあどうせ多分見てくれる人はいないなので私の好き勝手にやらせてください。<laughs> 今日はですね私が日本語に出会えてよかったこととか助かったことに関してはちょっと紹介したいなって思ってます。はい えー、じまあ中国は広い国なのでこういろんなところに方言があるんですね。で私たち中国人が標準語を言ってる時、ね、もちろんめちゃくちゃ標準語が標準な人もたくさんいるしでそんなに標準じゃない人もいますね。方言の影響を受けてそんなに標準語を標準じゃない人もたくさんいます私が <laughs> その中の一人ですね。えー 私は南京にいるんですね南京の人は全部じゃないですよ一部ですねそのチェン・ビイン・ホー・ビーインと N と L の区別みんな知らないですよで私ね、えー、実は N と L はね知らないです区別は日本語と出会える前は全然知らなかったんですで日本語を覚えてて日本語の中にもちゃんとねなんか「ラ、えー、行」と「ナ行」があるじゃないでその時ね えー、なーと「ら」とか、えー、学んでてやっとねえ違いが分かったのよ。昔ね他の人に言われても「えこの発音間違ってるじゃん」とか言われててもね全然そのどうやって違うのか全然分かんなかったんですよ。でやっと「ゴジョーンズ」に出会えてその違いようやく気づいたのよ。これ本当に日本語に感謝してます。ははいこれはまあ <laughs> こういう感じですね。あと前と後私大学時代の一つのエピソード今も覚えてますね。これはねちょっと面白いエピソード面白いかなまあ友達にねその時私ね友達にこう言いたかったんです。にをあなたたが私の皮肉を言ったでしょでこれ言いたかったんですね。でもこれがね。に分裾をになっちゃいました。分裾の意味はですねこう。 ニキビの意味ですよだからこの文は「あなたニキビ私になっちゃいました」でその友達にめちゃくちゃこう笑われたはいこんなくだらないエピソードでしたね。チェンビーホビーでも実はまあチェンビンホビービン私がちゃんと意識してて今もう発音できるんですね。でも普段は実はね何て言うかそんなに意識するのめんどくさいからね全部チェンビンで発音しちゃってます。 それもうんまあ、申し訳ないですけれども、うん、そんな感じですねあでもねこう中,国中国はこういう奇妙な現象があるんですよ例えばワンタンですねワンタンっていう単語中国語はホン正しい発音はホンですねでも普通ねみんな全部これ間違ってる発音をしてるんですね混沌まあ少なくとも私は間違ってる発音をいつも言ってるホン例えば我想吃混沌 ワンタンタ食べたほ本,、ね、本当に間違ってる発音で正しい発音混沌でも普通に私本当に言ってます本当に言っててもその向こうがちゃんと理解してくれます分かってます相手も絶対本当を言うですね本当を言う人少ないですねでも言ってる人もいるかもねでもねもしね私もねこう雑な人間でもしね その他の人がもし正しい発音本当にでてたら私はね多分「えっ何?」かこつけてなんか自分だけ正しい発音してるように振る舞ってのって私めちゃくちゃ <laughs> まあなんていうかねですねこう思っちゃいます。はい、こういうまあ国人はこういう癖あるんですあるいはまあ私のような人もいるって感じですね。あ今からちょっとねこう N と L に関してはねこう早口言葉「ろうこりん」をちょっとねノーカットで挑戦したいなと思ってますいや全然多分早口にはなれないんですね全部 LN ですねめちゃくちゃ私にとってめちゃくちゃ難しいですよでも勝手ながらまあ自分はわがままでやりたいと思ってますはいじゃあ今からやりたいと思ってます始めます 刘奶奶找牛奶奶买榴莲牛奶，牛奶奶给刘奶奶拿榴莲牛奶。刘奶奶说：“牛奶奶的榴莲牛奶不如刘奶奶的榴莲牛奶。”牛奶奶说：“刘奶奶的榴莲榴莲牛奶会流奶。”刘奶奶听见了，痛骂牛奶奶：“你的榴莲牛奶才会流奶！”刘奶奶和牛奶奶。 流年流流年牛奶吓坏了留奶奶 <laughs> ごめんなさいはい、こんな本当に N と L は私にとってめちゃくちゃ難しいですよあ,あとこれもね勝てながらちょっとね私にとってちょっと発音しにくい日本語もあるんですよ単語ドドタ「ドタキャン」は <laughs> は口がね「ドタキャン」「ドタキャン」これゆっくりだと 喋るんですよ。早くだ。ドタキャン。ドタキャン。ドタキャン。めちゃくちゃ難しくない。この発音。ドタキャン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 。ドタ。ドタキャン。難しいよ。これ。私にとってめちゃくちゃ難しい。発音しにくいです。この言葉。ドタキャン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 。難しいです。 あ,あとこれも勝手ながらちょっと紹介したいな自分の情報をちょっっとと紹介したいなと思ってますこれはね日本人から見るとちょっとね中2って感じがするかもしれないですが私よく日本のドラマ見てて中にはチンピラとかが登場するんじゃないですかでチンピラたちがなんか喧嘩する時みんなね何て言うかその巻き散っ音があるんじゃないなんかコララそのラ <laughs> 発声できない発音できない「ラララ」その「コラララ」「何やってめえ殺す殺す」とか、はい、このようなもんがあったんですねでも私全然巻き舌もできないんですねずっとなんか練習してたんですねでもなかなかできなくて日本には多分なんかこう巻き舌で喧嘩してる人見たら多分えどう思いますか 私わかんないね、でも私から見たらめちゃくちゃかっこよく見える <laughs>。面白い、かつかっこいいに見える。はい。殺すぞ。え、ちょっと、こ殺すぞ。その、え、まきしさんは出てきたのかな。殺す。ぶ殺す。でないな。うん、これね。そのロロロロロ。その。音がめちゃくちゃ欲しいんですよ。でも、なかなかできなくて。 困ってますね。ずっと困ってます。これめちゃくちゃ欲しいんですよ。こうはその発音ができることめちゃくちゃ欲しいです。でもね難しいですよ。ほんまに。あ今からねちょっとまた別の話になっちゃうんですね。はい。これねさっきも言いました。こう中国こ方言多いんですね。で中にはこう実は中国人から聞いてても全然わかんない方言もたくさんあるんですよ。はい。えー で中にはなんか中毒性の方言もある。えー、それはまあトンベイファーっていう方言なんですけれども、トンベイファーはめちゃくちゃなんか面白い。多分日本だとなんか関西弁の感覚がするんかな。しかもね、トンベイファーめちゃくちゃなんていうか移りやすいですね。例えばクラスの中にトンベイトンベイ人一人がいたらね、多分1ヶ月後 その人たち全部トんベイファーが喋れるようになるみんな全部トんベイファー喋ってるかもしれないこれまたつまらないエピソード私の情報個人情報です大学の時私の寮あ中国はね大学生みんな寮に住んでるんですよ多分日本の皆さんはなんか外で自分で部屋を借りてる中国は普通みんな学校の寮に住んでるはいでその時ルームメイトたちね私たちじゃさ6人6 6人にい,たんですよ6人いてその同じ漁に。で私たち6人はなんか東人誰一もいなかったんですよでもなぜかわかんないけれども他の人にはねめちゃくちゃ「えであんたたち「どンベ衛るですか?」って言われたんですよ。わ <laughs> かんないですけれどもこう「どん兵衛」の鉛がついてるんですよ。それ妙だな全然わかんない。 あこれね、えー、もしねもし外国人が中国語を勉強しててでその話してる言葉が標準語じゃない方言やったら多分めちゃくちゃなんか中国人から好かれてる何て言うか親近感がわ湧いてくるっていう感じがするんですよ。うん、であと私ねこれまたすまんないエピソードです。私その会社 1一つ目の会社だった時ねその新入社員があったんですねその新入社員が私に何,何らかの問題を聞いてくるでその時ねその時その人が言いたかったのはでもその,その人が「ザンゴンスザムゴンス」っていうようなもこう言い方をしたんですねでその時「え残ザんですか?」 ちょっと嬉しかったんですね。じゃあザムは方言で私たちの意味ですね。でもウォーメンゴスだったら普通に聞こえるんです。うちの会社でもザムだったらね、ちょっとねなんか一気に距離が縮めた感じがする。なんか私がなんかなんか一緒のなんかたちになっているような感じですね。ザムその時えー、もうザムって言えるほどですが、ちょっとね楽し ちょっと嬉しかった。まあ、そんなに友達もいなかったんですね。それ言われたらちょっと楽しかったです。はい、これはなんか方言の力魅力ですね。方言まざ、あ、ーめっていう単語の力かな。マジックって感じがするんだけど、はいざーめんって言われたらえ。もうそんなに距離え。そんなに距離感なんていうかまあ距離が縮めてるって感じですね。はい、あ話、また飛んじゃった。はい。ごめんね。もう1回あ戻ります。 それ、ね、豊かなのが東北ベイファーですねめちゃくちゃ映りやすいですねで実は台湾の言葉ねめちゃくちゃ中毒性っていうか自分の独特な個性を持ってるんですねで昔ずっとね中国人が言ってるんですよもしその東北人と台湾人がね一緒にいたら最後東北話ファーが勝つかそれとも台湾ファーが勝つか要は台湾人が東北なまりになってるそれとも東北人が台湾 で台湾なまりになってるかってずっとね予測してたんですよ。でやっとねその後なんかこう良い例良いあ今はいとは言えないですね例が出てきたんですねその例がまあ、えー、日本の卓球メダリスト福原愛ちゃんですね愛ちゃんはまあ元旦那さん台湾の人やで愛ちゃんは本当に中央を話す時ね 東北話ですねだからめちゃくちゃ好か、えー、可愛いしどんべいはを喋ってくれてるだしなんか一気に親近感があるんですねでめちゃくちゃ中国人気ですよみんな好かれてるんですよ愛ちゃんのこと、うん、でその時愛ちゃんは台湾の人と結婚するでこういう時えやっとなんかこう検証できるんですねどんべいはどんべいはを話してる愛ちゃんと台湾話を話してる元旦那さん結婚したら愛ちゃん そのななるかなでその後なんか愛ちゃんと元旦那さんがこうバラエティに参加しててでバラエティに参加してる時愛ちゃんと旦那さん元旦那さんの方と会話してる時「え <laughs> で台湾なまりで話してたんですよ。でその時「えー、やっぱり台湾なまりの方が強いか台湾語の方が強いか?」。でもねその後また愛ちゃんと別の人と会話してる時ねで「台湾の人じゃない」 こうだったら <laughs> またねそのトンベイファーでその人たちと話をしててでその時思ったのはあーこうこうなんかなんていうかトンベイファーが強いとか台湾ファが強いとか,いとかじゃなくてアイちゃんの方が強い <laughs> って感じがするんですよまあなんやかんや言ってて今日はこんな感じで終わりにしようかなーって思ってます <laughs> 今日まあ、タイトルは多分なんなんていうかこう 日本語を覚えてて助かったことですねそれは N と L の区別がこうつけるようになったことですねあとなんか散々なんかどうしようもない情報を言ってたって感じかなはい、まあ、今日はこんな感じでもしよかったら <laughs> 見てくれる人いるかなもしよかったらねこ,この動画いいと思ってくれる人がいたらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします今後もね 今後はね、もっとなんか脳みそを絞って、ちょっと面白い内容を考えてて、なんか中国の情報をちょっとお届けしたいなって思ってます。うん。はい。今日はこんな感じでご視聴、視聴してくれる人いるかなありがとうございました。ではまた次回でバイバーイ。